回はハンターハンターの主人公ボンフリークスが暗黒大陸編でも主人公として活躍するのかについて考えていきたいと思います。まずボン君のこれまでの活躍は、ハンター試験では匿名希望の変態マジシャンから合格をもらい、天空闘技場では念を習得し、ヨークシンでは旅団とごちゃつき、グリードアイランドではアゴボマーをぶっ飛ばし、最終的にゴンさんになるというまさしく主人公といった大活躍を披露していました。そんな生粋の主人公ゴン君ですが、ゴンさんになった反動で現在は念能力が使えなくなっています。これから始まるであろう暗黒大陸編では、念能力なしでは全くついていけません。そのため、ゴン君は現在、クジラ島でミトさんと平穏な生活を送っています。実際、作中にも全く登場しておらず、主人公としての存在感が消え去っています。そもそも、ハンターハンター作中における、ゴン君の目的は、父親であるジンに会うこと。この目的は作中を通して一貫していましたが、選挙編でついに果たされたため、実質ゴン君の旅は終わったようなものなのです。目標とするハンターを捕まえるハンター、つまりハンターハンターになったのです。作中の物語的にいくつか謎が残っていたものの、あそこでハンターハンター自体は一区切りついていました。これで終わるのかと思った読者もいるでしょうが、天才富樫さんはそんな生ぬるい終わらせ方はしません。暗黒大陸というデカすぎる風呂敷を広げ始めたのです。おまけに王位継承戦というややこしすぎる頭脳戦まで展開していただいています。さらに連載を救済しまくることで、我々読者にいろんな考えを巡らせる時間を与えてくださっています。この幸せには感謝の聖剣好きも1日1万回では足りませんね。そんな一度目的を達成し一般人に戻ってしまったゴン君が、もう一度主人公の威厳を取り戻すには一体どうすればよいのでしょうか。ドンフリークスの件もあるため、ゴン君が暗黒大陸に何らかの形で関わってくる可能性は高いはずです。まず必須なのはゴン君の念能力を復活させること。しかしもうこれで終わってもいいという覚悟でゴンさんになったため、簡単に戻るとは思えません。そんな面倒事を一気に蹴散らしてくれる存在が何かです。何かさえいれば作中の問題は基本どうとでもなります。あと実は魔族の末裔で急に覚醒するなんていうこともあるかもしれません。さらにゴン君の都合だけでなく、現実世界の都合というものがあります。戦場での王位継承戦、ヒソカ対旅団、ネテロの息子、ビヨンドネテロ問題、暗黒大陸上陸後など、これから先のストーリーが山積みになっています。これに加え、ゴンの念復活編をしていたら、さすがに富樫さんがぶっ壊れてしまいます。また、現在行われている王位継承戦ですが、頭脳派っぽいやつしかいないため、話がわけわからん状態になっています。ゴンのように感情で動くようなキャラがいないと、良くも悪くも話が閉じこもった方向に展開しがちなのです。もしゴンがいれば、いろんな王子たちと関わりを持ち、なんやかんやで仲良くなっていたことでしょう。つまりストーリーを進める上で大胆な動きをする主人公はやはり必要なのです。暗黒大陸行きの船にも何かの能力を使えばひとっ飛び、キルアと共に颯爽と現れてほしいものです。しかしこんなものはたかが一読者の妄想、次に連載が再開した時にはすでに暗黒大陸に上陸しており、オリオンが暗黒大陸統一トーナメントを開催しているかもしれません。それかジャイロと一緒にゴンが世界をぶっ壊している可能性もあります。ゴンが最後に念を使ってから早10年が経過しましたが、現在主人公的な立ち位置のクラピカも10年以上全く音沙汰なしだったため、まだまだ慌てる時間ではありません。現状作中でのゴン君はあれオーラが出ないと不思議に思っているでしょうが、我々読者はあれ新刊が出ないと常々不思議に思っています。この謎は一体いつになれば解けるのでしょうか。